十勝の足寄町の山林に知人女性の遺体を遺棄したとして逮捕された男が遺体を捨てたと供述をしていることが新たに分かりました。警察が遺体の捜索を続けています。警察の車両が続々と山林へと入っていきます。これから捜索が始まります。足寄町の無職志戸範義容疑者は先月10日知人の信本真由美さんの遺体を町内の山林に遺棄した疑いが持たれています。警察の調べに対し志戸容疑者は容疑を認め遺体を捨てたと供述していることが新たに分かりました。警察は志戸容疑者の供述をもとに遺体を捨てたとされる山林を午前10時ごろから捜索していますが遺体は見つかっていません。また警察によりますと志戸容疑者は信本さんの殺害についても関与をほのめかす供述をしているということです。警察は志戸容疑者が遺棄現場とは別の場所で信本さんを殺害して山に運んだ可能性もあるとみて調べを続けています。